ちゃんだよ。さあというわけで今日はですねこちらですね、噂のガリガリチーナポリタン味。どうなんでしょうかね、これ何これ、トマトゼリー入りっていうのが気になりますけど、ちょっといただいてみたいと思います。ビビビビビガリガリくん、うわこれどうなんだろうね、いただきます。ナポリタンだ。あ、これすごい。わあ、ナポリタンだ。あ、うわ、トマトゼリーが効いてくるな。いや、やっぱね、ただもんじゃないね、ガリガリ君は。こんな感じ。なんだろう、全然嫌じゃない。正直もっと激まずを想像してたんですけども、100やっぱね、このナポリタンね、やっぱ僕たちデブがねナポリタン好きだっていうのは、やっぱスイカのねこのケチャップかけたらもっと美味しいじゃないの。これでこれでいただいてみましょう。おいしい。これうまはあ。感心しちゃうね。あとデブのトッピングといったらやっぱり迷っちゃう。いけんじゃないこの迷っちゃう。うん、迷っちゃう。迷っちゃん、いきます。マヨネーズ合わない。いや、マヨネーズ合わなかった。これ夏、なんか夏バテで食欲なくなるとかいう時にこれあったら結構売れると思うんだよな。もしかしたらダイエットできるかもしれない。これでナポリタン食った気になって、うん、ガリガリ君ナポリタンダイエットみたいなのも、ここでやめたらちょうどいいかもしれない。これ以上食べれない。これ以上食べるとちょっと胸焼けしそう。食べた感想は、うん、こんな感じですかね。うん、一回絶対食べた方がいいと思います。どうも、以上デッカちゃんでした。チャンネル登録してね。バイバーイ。